はい、皆さんこんにちは。今回は手打ち改善、リズム改善に効果的なおすすめ練習器具を3つご紹介したいと思います。手打ち改善、スイングリズム改善には柔らかいシャフトが装着されたグニャグニャシャフトの練習器具を使った練習が非常に効果的なんですけども、今回はその中でも3つを選んでご紹介しながら効果的な練習を簡単にですけども紹介していきたいと思います。で、まず最初にスイングプロで、その次にワンスピード、そして最後にメガスイングドクターアイアンで打ちながらこういう風な練習もありますよということで、リズム改善、手打ち改善の練習の仕方をお伝えしたいと思います。で、最後にまとめ、この順序でお送りしたいと思います。はい、ではまずこのスイングプロをご紹介したいと思います。で、見ての通り今グニャーっとしましたね。とにかくここの部分がホースのような素材ですごく柔らかいんですね。で、グリップはゴールドグリップ、で、先っぽはちょっと硬いスポンジ、やや硬いスポンジのような形で、ハンマーのような形をしている。で、このスイングプロをおすすめする最大の特徴があるんですね。それはこの柔らかいスイングプロを触れない人は手振りだっていうことなんですね。手振りの人はこのスイングプロが触れない、つまりこれが触れるようになっていただくと体を使ったボディーターンのスイングが自然に身につく、そういう優れた練習器具だっていうことなんです。で、練習方法はすごく至って簡単で、ただ単に素振りするだけで、素振りの仕方が変だとこのやや硬いスポンジがいろんなところに当たっちゃうんで、それは気をつけてもらわないといけないんですけども、できるだけ体に当たらない、変なところに当たらないように素振りをするだけ、こんな感じです。で、少し助走をつけて振っていく、助走をつけてフォローを出して振っていく、そういうテイクバックをすることで若干リズムができる、ただその素振りをするだけです。で、効果的なおすすめの練習方法としてはこれを10回ぐらい振ってもらって、その後練習場でいれば3球から5球ぐらいドライバーをポンポンポンと打ってみる、そしてまた連続素振りをしてまたドライバーを打ってみる。で、ドライバーが一番長くてシャフトのしなりを感じやすいと思うので、アイアンよりはドライバーの方をおすすめします。つまりこのようにすぐにドライバーを持つことによってこのシャフトを感じる、持ったドライバー、あ、いつもより柔らかいなみたいなクラブヘッドの重みを感じてみたり、今まで違う感覚になります。で、その感覚でドライバーを振ってみる、当たる当たらないは気にしなくていいと思うんですね。なら素振りでもいいと思います。で、またこれをスイングプロを振って、それからドライバーを振ってみる、その繰り返しをされてくると手振りではなくて体でこの柔らかいシャフトをしならせて打つタイミングっていうのは分かってきます。で、それともう一つ練習方法があるんですけども、クッションとかをこのスイングプロで叩いてみる、そうするとここのしなり戻りっていうのを感じるようになる。で、これも効果的な練習方法だと思います。おすすめします。ぜひやってみてください。はい、では次にこのワンスピードの練習器具をご紹介したいと思います。で、これも見ての通りグニャグニャシャフト、柔らかシャフトが装着された練習器具になります。だから先ほどのスイングプロよりは硬いです。で、この練習器具は実はこちら側のグリップ側が 50g 重で、こちら側のが軽いというふうになります。このエリートグリップさんのシールがついている方が重くていきます。ということは重さが違うので
2通りの練習ができる、非常にお得な練習器具になります。でこちらの重たい方を先端として振るとクラブのためであるとかクラブの重さを感じながら体で振るボディターンを身につける練習器具になります。で今回ご紹介したのはこの軽い方を先端としたその練習方法になります。でそちら側の要するに素振りになるんですけども、素振りをすることによってヘッドスピードが上がります。でこの時に実は注意してもらいたいことが1点あります。でそれは何かって言いますと、ブン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 振るとヘッドスピードが上がる、これはもちろんなんですけども、野球のバットのようにこの手を返したりこねたりすると練習にならない。そこでまずはじめにこのエリート白い部分、この銀色のワンスピード、ここが見えるようにまず体でこのようにちょっとだけ素早く見えるなっていう風な体感をしていただきます。そうしないとこのように手で速く振っても意味がない、フックが出る、チーピンが出やすい練習になってしまう。なのでまずはじめにこの白いエリート、この銀色のワンスピード、このシール側のグリップを持ってもらって、まずこの感じで見てもらいながら、あ、これだとローリングしないなと、シャフトがローリングしないな、あるいは先端のここの白い部分でも構わないです。こちらずっとできるだけ見えてるように、特にこの部分インパクト中は見えてる方がいいので、このように振ってその感覚で連続で速く振る。打球練習場にいるんならボールを打つ、 2,3 球打つ、そしてまた素振りをする、この繰り返しっていうのはすごく効果的です。つまりヘッドスピードを上げるために速く、こちらがカーリングで振れるので、しかも柔らかいので若干シャフトのしなりも感じます。ただ手を返して速く振っちゃうと悪い癖がつくので、先ほど言ったところをこのワンスピードエリートグリップのエリートが見えるような、こういう風に手が動くんだな、胸前で手がこう動くんだなっていうのを体感してから、それを延長上として連続素振りをする、その注意点を守ってもらって連続素振りをすることによってヘッドスピードが上がる練習器具になります。おすすめです。ぜひこの練習をやってみてください。はい、では最後におなじみのグニャグニャシャフトメガスイングドクターアイアンの効果的な練習方法についてお話したいと思います。でこれは今までも何回もブリーズのチャンネルで取り上げたので大体お分かりだと思うんですけども、もちろん素振りでリズムを作る、それとやはりこのインパクトバックなければもうクッションにいいんですけども、インパクトの時にしなり戻り、この辺、内転筋、左サイドの壁を作る、壁があってヘッドが戻ってくる感覚、それもグリップの中でフェースが向いてる感じ、スクエアにボールに向かっている感覚を使うのにこのようなクッションでいいと思うんですね。で軽くで周りに気をつけながら軽く、そういう練習をされたらいいと思います。それも手じゃなくて左脇を締めて左サイドに壁を作るように体をねじって、このように戻っていく、こういうインパクトの練習をされたらいいと思います。で次にボールを打っていく、できるだけ体を使ってゆっくりでいいと思うんですね。シャウトのしなり戻り、ゆっくり、を繰り返し。で、なかなか当たらないっていう時は本当に素振りでいいと思うんです。フェース面がボールに向かっていく、で体を回しながら打っていく。で、グニャグニャシャフトの中ではこのようにヘッドがついているものもあるんで、
こういうヘッドがついてるもので練習すると本当にリズム定置ができなくて、こういうローリング手が返っちゃうとボールもどこ行くか分からないし、ベースがスクエアに当たってないことが多いんですね。なので最終的にはやはりこのヘッドがついてるもので練習されたらいいなと思います。で今回南のシャフト、柔らかいシャフトでスイングプロワンスピードでメガスイングドクターアイアンご紹介しましたけども、柔らかいものを振ることでなかなか手振りでは振れないことが分かってくるんですね。なのでタオルを振ってみたり、柔らかいものを振ることで体でこのシャフトのしなりを感じてくださいっていうのが今日のテーマになっています。でタオルを振って、でその次に柔らかいスイングプロであるとか、ああいう柔らかめの素振り用の練習器具で、ワンスピードで少し固めでヘッドスピードを上げるようなことをして、で最終的にはこの柔らかいもの、柔らかいシャフトにヘッドがついたもので練習されていくと、スイングは大きく改善されていきます。だからやみくもにずっと自分のクラブで打つよりは、そのような練習器具を頼ってスイングリズムを変えられたらなと思います。でこの継続することでかなりスイングのリズムとか手打ちが減ってくると思うので、ぜひおすすめです。継続してみてください。はい、では今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネルご登録よろしくお願いします。それではエクセレントスイング目指してLet's go!